はい、皆さん、こんにちは。今回はですね、異端すぎる物理学者、安江邦男さんシリーズの55回目ですね。シリーズとしてはですね、愛の宇宙方程式の本紹介のパート2の3回目になります。実は前回の2回目はですね、今年の2月なんで、久しぶりの安江邦男さんシリーズなんですけれども、今回は安江邦男さんが話してくれる最新の怪しい話題ということでお送りしますね。最近安江さんがですね、 YouTube チャンネル、もしくは Yahoo ニュースにですね、登場してくると。そこで怪しい話をいっぱいしてくれてるので、それの紹介ということでお送りさせていただきます。まずはですね、安江さんがですね、 Yahoo ニュースにですね、登場しましたね。2024年9月10日、登場といっても本人が登場というよりはですね、本人が話したことが記事になっていたと。こちらですね、2024年9月10日、フライデーデジタル版っていうのがですね、ヤフーニュースに載りました。そこでですね、こんなタイトルなんですけども、すでに各国が対策、1900じゃないですね、2025年7月、隕石衝突で地球滅亡を国立天文台の学者が検証し、分かったことということですね。どんなことなのかっていうとですね、2025年7月5日のですね、こちらですね、たつき諒さんの予言があるじゃないですか。私もね、大予言を語るというシリーズで、こちらのね、たつき諒さんの予言もお話ししたし、ノストラダムスの大予言についてもお話ししたわけですけども、本当の大災難は2025年7月にやってくるということでね、みんな大予言好きですから、ワイワイガヤガヤってね、話題になってるわけなんですけれども、そこにですね、安江邦男さんが登場してしまったわけですね。安江邦男さんがですね、YouTube チャンネルでですね、2025年7月5日、小惑星の破片が地球に衝突すると、そのことを NASA の OB からですね、情報提供されてたということを YouTube にて発言したと。で、安江邦男さんは単なる都市伝説テーラーじゃなくてですね、科学者ですね、ノートルダム精神女子大学の名誉教授というね、理論物理学者という肩書きがあって、その科学者がこんなことが起きるっていうね、お墨付きを与えてしまったということで、巷では、パニックとは言わないけれども、ね、本当にじゃあ7月5日起きるんだねということで、不安になる人は大いに不安になり、余計盛り上がる人はキャッキャキャッキャと盛り上がってるという状況なんですね。で、それでですね、フライデーデジタルはいわゆるまともな天文学者にインタビューをすることによって、来年の、ね、7月5日に小惑星が地球に衝突することは確率的にはほぼありませんというような、言説を導き出して、みんなを安心させるというそういうような記事にまとめているということですね。で、実際に NASA もですね、そういう小惑星とか隕石が地球に衝突しないようにと、近づいてこないようにっていう監視はしてるんだけれども、あまりにも小さいと、それのね、監視網から逃れてしまって、実際に地球に何個か落ちてしまっちゃう落ちてしまい、で、それがちょっとね、それなりの被害を生んだりするっていうことはあるみたいですね。だから来年の7月5日にですね、小惑星が絶対に地球に衝突しないとは絶対は言えないんだけど、確率としてはほどほど、ほぼゼロだろうというふうに、言ってるわけですね。で、この NASA OB っていうのもね、ちょっと怪しいですよね。一体誰なのかと。安江さんはそんなふうに語っていて、さらにですね、さらに、超能力者や霊能者がですね、津波の被害が来ないように、山の方に、特に八ヶ岳の方に避難してるんだみたいなことを言って、さらにね、この予言について煽ってるわけですよね。いやー、本当、もう都市伝説テーラーとしてはもう超一流の域ですね。やりすぎ都市伝説の関明夫、ミスター都市伝説関明夫を超えました。安江邦男さんはもう令和の都市伝説テーラーとしてね、超一流、その地位を関明夫から奪いましたね。でも安江邦男さんはですね、もともとは物理学者なわけですね。で、私も前々からですね、思うことがあってですね、動画でも私のね、この安江邦男シリーズでも言ってるんですけども、安江邦男さんは単なるその都市伝説テーラーではないんで、科学に、ちょっとその、スピリチュアルなものをね、
使ってで貢献してほしいなっていうふうに思うわけですよ。例えばですね、例えば安井邦夫さんは前世において、シリウスをね、巡回する巡航するその UFO の航空母艦の、ね、艦長だったって言ってるわけですね、自分でね。まあなんかそんなことをね言う何人もの人がいたからということで、まあそういうふうに思ってるんですけども、もしそうであるんだったらば、単にその前世においてシリウスを、ね、巡る UFO に乗ってたっていうんだけじゃなくてですね、シリウスに関する情報をもっとくださいと、発表してくださいと。だから今現在の知見においては、地球の科学レベルではわからないけれども、やがてその、ね、技術なり観測の体制が整って、ね、その安井さんが新たなことを言ったことをですね、それを検証することができたらですね、あ、安井さんが言ってたことは本当だったんだ、つまり安井邦夫さんは前世において、ね、シリウスの方で UFO の、艦長やってたんだっていうことの、まあ、いわゆる傍証になるわけじゃないですか。つまり前世というものが本当にあるんだということの一つの証拠になるわけで、そうするとですね、今の科学においてはですね、前世とかね、霊魂とか魂とかそういうものは全く範疇の中にないわけですね。外にあるわけですね。科学の外にある事柄なんだけれども、そういうような誰も知らないシリウス情報をですね、前世の記憶をもとにですね、安井さんが言うことによってですね、科学の範囲をですね、そういう前世とか魂とかまで、ね、拡張するができるわけですよね。だってもう証拠が出てしまったらですね、そういうものがあるんだよ、前世というものがあるんだよ、霊魂というものがあるんだよっていうことが証拠というかですね、そういうことが観測できたなら、それはもう科学にするしかないわけなんで、科学というものをですね、まあ、さらに一歩広げることができるわけですね。で、そういうことができるのは安井邦夫さん以外しかいないわけで、都市伝説テーラーにとどまらずですね、科学への貢献も忘れずにしてほしいなというふうに思うわけですね。まあ、あとそうですね、7月5日、まあ、ちょっとまた大予言の話に戻りますけど、辰木亮さんは2025年7月と言ってるだけで、7月5日とも言っていないし、そうですね、小惑星がね、追突するとも言ってないわけで、まあ、これもだから大予言の一つですよね。大予言あるあるの一つですよね。いろんな、一つね、でっかいのがバーンと出るとですね、より詳細に根拠のないものがですね、いろいろ付け足されていってしまうというね。根拠がないと言ってしまうと、なんか悪いですけれども、本当にこの NASA OB さんはね、本当の情報を提供したんですかね、というかこの人本当にいるんでしょうかね。だから7月5日とも言ってないしね、だからまあ煽ってるわけですね、7月5日の予言をさらに煽ってですね、ヒートアップさせている一面もあるっちゃあるわけですね。まあそんな話題もあったし、あと最近ですよ、YouTube の方にスカパーの、番組がですね上がっていてですね、そこはだからムーの編集長の三上さんと、あとたけし軍団の、マキタスポーツっていう人がですね、出演してる番組でですね、安井邦夫さんが出演してて、まあこんなこといろいろ喋ってるわけですけども、安井邦夫さんがノーベル賞を取るクエスチョンみたいなね話をしていたわけですね。どういうことか、どういう根拠で安井さんがノーベル賞を取るのかっていうとですね、どうやら安井方程式、安井さんが発見した安井方程式を同時期に発見した人が他にいるみたいで、その人がですね、ノーベル賞候補になってたらしいんですって。だから安井さんもノーベル賞を取るんじゃないかみたいなことを、その、番組では言ってましたけどね、その、三上編集長とマキタスポーツがいる番組でその話をしてましたけれども、でもこれちょっとね、論理に、ね、穴がありますよね。もしね、安井方程式を同時期に発見した人のノーベル賞候補になったというその、ね、業績がですね、安井方程式と全く関係ない業績でノーベル賞候補になっていたとしたら、安井邦夫さんはですね、ノーベル賞取れるわけないわけですよね。でもまあ本当にね、そういう人がいるんであれば、ちょっと一体誰なのか私は知らないんで、ちょっと気になりますね。ちょっと調べてみたいし、もし知ってる人がいたら教えてほしいんですけども、ね、安井方程式を同時期に発見した人、しかもノーベル賞候補になっていた。一体その業績は何なのかっていうことは、ちょっと私も気になるところなんで、ちょっと調べてみたいなというふうに思います。安井方程式というのはですね、まあ私もよくはわからないというか、詳しいことはわからないですけど、安井さんがね、書いてることを見るとですね、どういう方程式かというと、例えば
量子力学の基礎方程式であるシュレーディンガー方程式っていうのは最小作用の原理から導かれたものではない。例えばニュートンの運動方程式とか、一般相対性理論のアインシュタイン方程式っていうのは、まあ、ラグランジアンっていうものがあって、なんかそういうものからですね、最小作用の原理によってですね、だから自然界の法則っていうのは何らかのものの最小性を満たすようなものが方程式として選ばれてるんだみたいな原理が実はあるわけですね。です、今も言ったようにニュートンの運動方程式とか、一般相対性理論のアインシュタイン方程式というのは見事にそういう最小作用の、法則から導き出される。でも、量子力学の基礎方程式であるシュレーディンガー方程式はそういう最小作用の原理を満たしてないのを、確率論、ネルソンっていう人が、与えた確率論的な量子力学の定式化を使うことによって新たに確率論的な、最初作用の、なんか原理みたいのを構築し、そしてその極限においては古典的な最初作用の原理と一致するような、枠組みを作って、そして見事にその野生方程式というものを導き出したと。この野生方程式がだから最初作用の原理を満たしていると。しかもこれはシュレーディンガー方程式を満たしているということは、つまりシュレーディンガー方程式も、ね、幾多のその基本法則、基礎方程式みたいに最小作用の原理を満たしているんだねというようなことを発見したということを安江邦夫さんの方で書いてありましたけどね。で、そうですね、この安江方程式がノーベル賞を取るとしたらですね、この安江方程式を使ってですね、新たななんか、理論が作られたとか、新たなその、理論的なものを予測したとかね、そういうことがあれば十分に安江方程式も、ね、発見者である安江さんがノーベル賞を取るということも、ね、夢ではないような気もするんですけどね。まあそこら辺どうなのかちょっと私はわからないわけなんですけどね。というわけで、まあこのようなね、話題、もう最近ありましたね。ヤフーニュースに載ったり、安江さんがノーベル賞を取るんじゃないみたいな話が出たりとかね。で、今回の話はですね、そうですね。後半はですね、最近安江さんはですね、様々な武術家の動画に出演しているんですね。私、武術家のね、動画結構見たりしてるんですけれども、そこに登場していると。システマ東京の北川隆秀さんとかね、菊野勝則さん、ダレツヨ道場とかね、やってる人。そういうような、私がよく、割とよく見ている動画に安江邦夫さんが登場していて、今日ちょっとお話ししたいのは、陽真館っていうね、その塩田剛造先生っていうね、とてもすごい合気道の先生がいて、その、お孫さんのね、塩田正弘さんが運営しているチャンネルに登場してきたんです、安江邦夫さんが。そこで話してる話がね、怪しいね、怪しいし面白い話題なんで、それをちょっと後半にお話ししてみたいなというふうに思います。塩田剛造先生といえばですね、まあ、もともとは合気道の創始者である上島森平先生の弟子であるんですけど、まあ、独立して、で、今も動画にありますよね、YouTube の動画とか残ってるんですけども、まあ、塩田剛造先生150数センチでちっちゃいんですけども、ね、若い弟子たちが何人も、襲ってきてもバシバシバシブンブンブンということでぶん投げてっていう動画が残っていて、塩田先生の有名なエピソードとしてはですね、ジョン・ F ・ケネディですね、ジョン・ F ・ケネディ大統領が来日した時にですね、ケネディ大統領のボディーガードと腕相撲対決をして勝ったと。それもですね、 YouTube 動画があってたような気がするんですけど、まあそういうようなね、有名なエピソードがあるわけですけど、そのお孫さんが塩田正弘さんの YouTube 動画に、安江邦夫さんが登場しております。その時にですね、空間を友達にするとかね、空間を切るみたいな言い方をして、その塩田正弘さんに技をかけてるんですね。それはちょっと興味深いんですよ。これ安江邦夫さんが手を出してですね、その、塩田正弘さんに手を握ってもらってですね、力でやっても全然動かすことも安江邦夫さんできないんですけども、空間を友達にするんだと。ね、言うわけですよ。で、常日頃から自分は空間ね、自分の周りの空間にありがとうございますとか感謝をね、送ってると。で、空間っていうのはつながってると。そして、ね、その、つながってる空間を通じて、ね、握っている、安江邦夫さんの手を握っている塩田正弘さんの空間にもお願いして、友達になることによって、で、そういう
ね、力では動かせなかったんだけど、そういうような空間を友達にすることによってって言って、ここに腕を上げると腕が上がってですね、塩田正弘さんは倒されてしまうわけですね。で、空間を切るみたいな言い方もしてるわけですね。空間、これバサッと切って、はい、切りましたから動きます、空間が動きますねと。で、塩田正弘さんが倒されちゃうわけですね。だから、塩田正弘さんを、ね、倒してるわけじゃない。空間ごと、ね、変容させてですね、空間を変容させちゃってんだから、そこにいる塩田正弘さんも当然崩されちゃうみたいなこと言ってるわけです。大変不思議ですね。でも不思議なんだけれども、それってなんとなく、使えそうだなみたいな感じを思いましたね。だからね、常日頃空間というもの、空間って何もないものだと思いがちであるんだけれども、確かに一般相対性理論においてはですね、質量というものがですね、空間を曲げると、それによって重力という、重力というのは実は重力が存在するんじゃなくて、一般相対性理論によれば重力っていうのは、まあ、空間が曲がったことによる効果でしかないということで、まあ、空間っていうのは何もないに見えて何か変化するものであるということは物理学的にね証明されてるんで、空間と友達になる、すごいなっていうふうに私は思いましたね。で、そうですね。で、それまた面白いですよ、安江邦夫さんね。まあ、だからといって本当に、ね、その、塩田正弘さんを安江邦夫さんは倒したからといってですね、本当に空間を友達にして空間を変容したかどうかの証拠にはならないんだけれども、ただ言ってることは非常に面白いですね。で、ドクターストレンジっていうものがあるらしいんですけど、映画ね、私知らないんですけども、これ見てるといいらしいですよ。というのもですね、その空間を友達にするってやり方で相手を崩すっていう方法を、その名古屋の道場で、自分のね、弟子とか通ってる人たちもおっしゃったところですね、すごくこの空間を友達にして相手を崩すってやり方ができる人がいる らしいんですよ。それがですね、ドクターストレンジのファンだという娘さんとお母さん。このドクターストレンジってどういう動画かはよく知らないんですけど、なんかそのなんか魔法使いじゃないけど、なんか空間を操って、なんかこうやって手をこうやってね、丸つけて、なんか丸を描いて空間を、別の空間からなんかいろんなものを引き出すみたいなのがこのドクターストレンジなのかな。すいません、よくわかんなくて申し訳ないんですけど、そういう主人公がいて、別の空間から何かを取り出したりとかして、なんか怪獣とか倒すみたいな映画らしいんですけど、このドクターストレンジの大ファンですっていう、ね、その母と娘は、なんかやっぱ空間をね取り出すってことを、なんか常日頃からそのなんかポーズとしてやってるみたいで、すごくそのフィットして、で実際フィットしたから、その本当に相手をね崩すのがすごくできるようになったらしいんですって。でその母と娘さん、ドクターストレンジを、のファンの母と娘さんはですね、実は他の技はうまくできないんだけども、ドクターストレンジを見てるがゆえに、この空間を友達にするとか、空間を切るというような、ことはですね、楽々できて、その技が一番できるようになってしまったというようなことも話していて、それはすごい興味深いなというふうには思いましたね。ね、空間を切り取る。ね、こんな言い方しましたね。ドクターストレンジはまさしくなんか空間を切り取って、なんか別の空間から何かを取り出すみたいなことをするらしいんですけどね。そう、空間を友達になって、空間を切り取る、空間を操る権利を得るみたいなことを、言っていましたね。はい、そうですね。で、このその空間を切り取る、だから実際にその、手を取ってもらってですね、その、塩田正弘さんを崩す時にも、もう一方の手でですね、なんかこうやって空間を今切り取りましたみたいなことを言うわけです、安江邦夫さんがね。そしたら、ね、楽々と手を動かすことができて、正弘さんは崩る。でこのやり方を最初に思いついたというか、ヒントをもらったのがですね、広島のマジックバーの店主の方だっていうんですね。でこの広島のマジックバーだから、なんか手品かなんかをするお店なんですよ。なんだけど、その手品、マジックと言われるものが、その手品の域を超えているんだっていうふうに安江邦夫さんが話すわけですね。でそのお店でですね、安江邦夫さんが言ったところ、裸電球ね、何もつながってない裸電球を持たされてですね、ちょっと持ってみろと言われたらしいんです。そしたらですね、その、店主がね、広島のマジックバーの店主が、なんかその持ってる手の周りをこうやって、やっぱりドクターストレンジじゃないけど、こういうふうにやるらしいんです。そうするとですね、ただ単にその裸電球を持ってるだけの安江邦夫さんの手からね、
手に持っている裸電球は光り出すんだそうですね。で、安江さん曰く、その光は何か普通の光じゃないようななんか光を感じる。まあちょっとそんなことを語ってるんで動画ね、貼っておきますので、ぜひ皆さんも確認していただきたいんですけど、まあそういうことを語ってるわけですね。で、そのことが評判になって、ね、手に持った、ね、裸電球が、その店主が空間をこうやってね、手で操作することによって、まあ、その店主曰く、その異次元から、電子を送ってるみたいな言い方をする。だから光ると。で、その評判を聞き入れて、いろんな、ね、企業の研究者たちが来たそうです、ね。で、しまいには、パナソニックの副社長が現れて、その現象を確認したということを安江邦夫さんは語ってるんですけど、まさしくね、それこそ、研究対象になりうるじゃないですか。この広島のマジックバーの店主はね、手に裸電球を持ってもらって、自分がこういう手の操作をすることによって異次元との扉を開いて、異次元から、ね、異次元の電子がこの次元にやってくるみたいな言い方をするんですけど、もしそれが本当だったら、ね、電子だから電球を光らせるということがまさしくこの科学の対象に十分になり得るっていうか、科学の対象でしか調べること、科学的な実験によってしか調べることはできないじゃないですか。ということで、ね、パナソニックで、パナソニックの研究所で、ぜひ、このね、広島のマジックバーの店主は行ってですね、やってください。もしそれが実証されれば、それこそ科学をさらにもう一歩広げることになるわけですね。異次元というものがあるんだ。別の次元があるんだと。そっから人体のこうやって手の動きで、異次元とのアクセスを作ることができるんだということが立証されれば、これはすごいですよ。世紀の大発見ですよね。で、実際にですね、物理学では、スーパーストリングセオリー、超弦理論、超紐理論というものがあって、それは空間9次元じゃないと理論的に、ね、成り立たないと。だから3次元を超える空間っていうのは、ね、最先端の物理学では理論としては提唱されてるし、その高次元空間が本当にあるのかっていうことを検証するようなことも実際にやっているんだけど、まあ未だかつてね、その理論としては有望だけども、3次元を超える4次元、5次元、6次元、7次元、8次元、9次元っていうのは見つかってないわけですね。ひょっとしたらこの広島のマジックバーの店主がそのパナソニックの研究所に行って、その見事ね、持ってる手の電球を、裸電球を光らせることができて、ここの、ね、電子は3次元から来てない、この次元から来てないっていうことを判明すれば、その超紐理論の、暴走にもなるかもしれないし、まあそれ以上にその3次元以上の空間があるってことを初めて実験的に検証したことになるわけで、ね、科学をさらに広げるっていうことのきっかけに十分なり得ると思うわけですね。ただ実際に広島のマジックバーの店主はマジックを使って、マジックというか、だから種ありでやってるってことも十分に考えられるわけですね。ね、手で持った電球が光る、全然どういう理屈なのかわかんないけれども、衝撃的なマジックあるじゃないですか。なんかレモンを切ったら、そこから、自分がね、指さしたか、トランプのカードが出てきたなんて、初めて見た時には一体どういう、トリックで種で、そんな芸当ができるのかって全然思いつかないんだけども、でも後で聞いてみれば、あ、そうなんだっていうことが、ね、マジックではあるわけで、ひょっとしたらそれもね、その裸電球を持ってもらって光らせるってことも何らかしらのトリックでやってるのかもしれないですね。そしたらば、まさしく高次元なんていうものは、全く関係ないわけで、単なる手品の種だった、種ありの手品だったっていうことになってしまうわけですけれども、もし本当にね、この広島のマジックバーの店主がこうやってね、3次元、我々の3次元じゃない、異次元の空間にアクセスすることがこのようにやってできるんであれば、ぜひパナソニックとは言わないけど、まあどこでもいいですけど、ちゃんとね、した研究所で、その電子がこの3次元のものじゃないということを立証してほしいですね。そしたらもう科学は確実に、ね、違う領域に進むわけですからね。はい、というようなことをお話ししてきましたね。まあちょっとまだ続きはあるんでね、次回以降を、ね、残ったことをお話ししていきたいなというふうに思います。聞いていただきましてありがとうございました。聞いていただきましてありがとうございました。また次回の、安江さん、最新の、怪しい話題についても見ていただけると嬉しいです。それではさようなら。